小田原フラワーガーデンは神奈川県小田原市区のにある都市公園。小田原フラワーガーデンは四季を通じて花が楽しめる植物公園として小田原市が1995年4月に整備した。最寄り駅は伊豆箱根鉄道大大山千半田岡駅で南西方向に徒歩約20分のところにある。園内には 色とりどりの花と熱帯植物が干渉できる温室があり、梅、桜、バラ、花勝負などの植物も植栽されており、季節を問わず一年中花と緑が楽しむことができる。公園内のバリアフリードはレベルマイナス3程度で、車椅子トイレもトロピカルドーム入り口とバイリン内の2カ所に設置されている。屋外施設では犬の散歩も可能となっている。また、 公園内の植物管理やイベントの運営など、ボランティア、友の会も活動しており、研修会や専門家による講義も開催されている。2006年3月には隣接して、小田原諏訪の原公園が開園している。小田原市は神奈川県の西部に位置し、面積は11,406キロ、平方メートルで、神奈川県の面積の47%を占める。県内では、 横浜市、相模原市、川崎市に次いで4番目の広さを有している。市の南西部に箱根連山につながる山地があり、東部は大磯丘陵につながる丘陵地帯。市の中央には佐古川が南北に流れ、足柄平野を形成しており、南部は相模湾に面している。気候は温暖で都市平均16度前後の気温があり、高雨量は 年間2000ミリメートル前後と多く、この気候を生かして、丘陵地ではみかん、梅などの果樹栽培、平野部では稲作などの農産物が生産されている。標高は、最寄駅の飯田岡駅付近で18メートルだが、小田原フラワーガーデン付近では114メートルあり、坂道となっている。小田原フラワーガーデンのある、久野地区は2009年2月に神奈川県より、 里地里山等保全地区として指定されている。ありがとうございます。